すが昆布漁。すごいな、すごい勢いで同意のファックスがいっぱい来ましたよ。おしっこをさ、するときにさ、座ってやる方が、こう、トイレを汚さないじゃないですか。だから割とこう座ってやるようにしてんですけど、てめえで一人暮らしで掃除してる頃は、まあ別に自分でやりゃいいことはいいんだよ。まあその、神さんと暮らすようになってから一応座ってやるようにしてんだけど、うかつに、本当にふとした瞬間にもうやっちゃ、絶望的な気持ちになるんだよね。っていうかね、ごめんね。このスタジオの中では誰も同意をしてくれないんだよね。誰も。ほんとね。いや、ないけど、俺もないけど。ね、何その、だって、現にファックスがこれだけ来てるんですか、全然あるあるとして成立してるわけですよ。ねえ。あの時って必ずその、まあいいや、もう。きます。デブもしくはドブスが織りなす、ポンチ絵を皆さんから送っていただいているコーナーですと。ラジオネーム量産型量産ドブス。醤油ことをやるためにポケットに醤油瓶を潜めていたらダダ漏れで足が痒くて泣き出すドブス。泣くんじゃねえよ、そんなことして泣くんじゃねえよ、ほんとよ。うわー、俺もうそういうことをそのやろうとして醤油をこう一つキープしてるところを見た時点で多分もう拳をもう何醤油ことって、何って言われても困るだろうけど、何、ラジオネームファンペルシーのうんちく。デブ Yes we can Yes we can と言いながらラーメンを食べ続け、その店の最高完食記録をあと2杯で更新しそうなデブ。ペンネームペラーリに代わりタンコブ王子。ドブス、足指ネイルアートをしていたらそのまま後ろにコロンって転がっちゃったドブス。俺ね、そう、ネイルアートやるとかどういうとこかあんましないけど、その後ろにコロンって転がっちゃって、後ろの鏡にガツンって頭いって、その鏡が、なんつうの、大友克洋ドームで、おじいさんが壁にガツンってめり込んだみたいな、頭を中心のひびあんじゃんか。なってほしいわ、ね。あれっつってほしいんですよね。あれじゃねえよ、お前。ペンネームジョージ・ルーカス。ドブス、巨大なブラックバスを持って満面笑みの写真が遺影になったドブス。ペンネームスピニングトーク。合コンの待ち合わせに、ごめんなさい、ドブス、合コンの待ち合わせに遅刻しそうになって急いでるところを車に轢かれるも、大丈夫です大丈夫ですと血まみれになりながら颯爽と走っていくドブス。ラジオネームごま塩きゅうり。デブ、閉店したカレー屋の前でおえつまじりに閉店のお知らせを音読するデブ。長らくご愛顧いただきましたが、諸事情により2月9日をもちまして閉店させて
なんでお前が泣くんだよ。好きだったんだろうけど音読する必要はないだろう、黙読だろうそれ。ラジオネームポンタケオデブ。マシンガンで蜂の巣にされ純白のスーツを血に染めながら加えたばこのまま死んでいくデブ。ちょっと新パターンで好きだな。マシンガンで蜂の巣にされ純白のスーツを血に染めながら加えたばこのまま死んでいくデブってちょっといいなこれ。ラジオネームへへへドブス。500年生きてるドブス。ラジオネーム明石&裕次郎デブ。ロールシャッハテストにことごとく食い物で答えるデブ。ペンネームメンマドブス。深い話にカイジのエピソードを寄せるドブス。ペンネーム深夜のバカボンドデブ。フィッシュアーモンドを食べていて煮干しが歯茎に刺さってのた打ち回るデブ。まあ俺だよこれ。フィッシュアーモンド、本当に、なんて、凶器だよね。あの中入ってるの小魚ね。歯茎のところに思いっきり刺さんだよね。で、その鉄の、血の、鉄の味がすごいすんだよね。ラジオネーム、底辺人間田中大地、デブ。佐野実にビクビクしながらラーメンを食うデブ。いいんだよお客さんなんだから怯えなくて全然いいんだよお金払うんだから。ペンネームスカスカットデブ。イボジをザリガニに挟まれのダチマールデブ。どこで何してんだよお前よ。イボジなんだから清潔にしなきゃいけないのにどこで何してんだよお前。ペンネーム飛んでるトマトドブス。M1 の出囃子で登場するドブス。迫力あんな。ペンネームモナリザの大爆笑ドブス。ピグモンでもいいのにガラモンと呼ばれるドブス。こんなもんちときましょうか。デブとドブスがコンブリを今日良かったの何かな。俺意外にそうね意外に好きなのはマシンガンで蜂の巣にされ純白のスーツを血に染めながら加えたばこのまま死んでいくデブが意外に思い出した時にスローモーションでババババババってやられながら最後のタバコを口に加えてそのまま倒れていく、それすごくいい絵ですよね。まあ、あと閉店したカレー屋の前でおえつまじりに閉店のお知らせを音読するデモも相当いいですけどね。まだまだ送ってください、お待ちしておりますと。デブとドブスがコンブリを。ごく普通の風景画でもそこにデブを描き込むことでとても楽しい一コマ漫画になるというね。
そこにドブスを一人置くことで笑いが止まらなくなる、そんな素敵な存在デブドブス、のいる風景を綴っていただくコーナーです。ペンネームシーチキンの夢、ドブス黙らっしゃいというドブス。黙らっしゃいって言葉はもともとは存在してんのかね、何かの漫画で誰かが初めて使ったのかね。黙らっしゃいって普通に言ってる人あんま見たことないもんね。お黙りなさいはまあ普通にある言葉なんだろうなと思うけど、黙れの丁寧語はって言われたら黙らっしゃいって書いちゃうような気もするんだけど、なんか金田一秀穂先生に言わせると違いそうだよね。お黙りなさいだよね、黙れは。ペンネーム強しバージョン 1.0 にデブ、自分の体重の重みで田んぼにどん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 沈んでいくデブ。これすげえわかんだよな。俺アラカードテのザリガニのいっぱいいるドロドロのところに友達は結構ちょっとこうその長靴のくるぶしぐらいまで沈むぐらいなのに、俺どんどん沈んでってもう死んじゃうって。だこれすごい小さい時の記憶だから曖昧なんだけど、首ぐらいまで行った記憶があるんだよね。で兄貴が走って人を呼びに行ったんだけど、呼びに行ったのか帰っていなくなっちゃったのかがすごい分かんなくて不安だったっていう思い出があるんだけど、それが実体験なんか夢なのか全然ちょっと分かんない境目のところなんだよね。でその後スーパーの紙袋をかぶったおじさんが来て、パンツ脱いでごらん、ちょっとパンツ言ってないな、だって沈んでるからパンツは脱げないから、それはどうやっても、続いてペンネーム量子コンピューターおばあちゃん、デブ、俺がモスバーガーを食う様子を新聞に穴を開けて覗き見ているデブ。なんで見てんだよ、なんで見てんだよこいつ。トントン新聞探さですよ、ですよね。ラジオネームがんじがらめの自由人、デブ、新しくふっかふかのベッドを買ったはいいものの、たった2日間寝ただけでふかふか感を完全に失ったベッドを見てダイエットをついに決意したデブ。ラジオネーム後ろメタファー、ドブス、授業中教科書で隠して黄昏流星群を読んでいるドブス。もうなんだろう、そのおじいちゃんトークができるように早くなりたいんだけど、黄昏流星群の楽しい年をすっ飛ばしたいんだよね。黄昏流星群は何歳に向けて書かれてんのかね、あれ。でもさ、漫画第一世代ってさ、俺より多分10歳まで上じゃないよね、多分ね。漫画を一番最初にこうすごい大学生も漫画読むんだよみたいな世代って、そう考えるともう40代に向けて書いてるってことだよね。40代の中盤ぐらいが、もうすぐ黄昏流星群をもう直視しなきゃならない年になるわけだよね、俺ね。わー難しいなー。続いてペンネームサブポジコーチャー、デブ、コースアウトしたミニ四駆をどこまでもどこまでも追いかけていくデブ。ギューっつってね、ギューっつってどこまでも走ってっちゃうから、コースがないとそれをすごい追いかけていくんだろうね。
で、あの体育館みたいな会場でやってて、一番端のその壁にぶつかるかと思ったら、ちょっとドアが開いてて外にギューっていっちゃうから。ペンネーム関係ねえよパワーデブ。ただでかいから、動きが悪いからという理由だけでキーパーをやらされているにもかかわらず、キーパーをやらされているにもかかわらず、守備陣の司令塔的な役割を果たさなければいけないのではないかと思い、ディフェンダーに余計な指示を出してうざがられ蹴られるデブ。ペンネーム青デブ。エマにカレーを食べたいと書いて帰りにカレーを食べるデブ。それエマに書かなくていいんじゃねえかな、それ。ペンネームコンチが逆再生。ドブス、これ私の彼氏なのとモーガン・フリーマンの写真を大マジで見せてくるドブス。何それ、その心に決めた彼氏って意味で見せてるのか、嘘をついて信じさせようとしてるのか分かんねえけど、もう行動の意味が分かんねえ。ペンネームトントラ。ドブス、ビーズのファンだが公言しないので理由を聞くと、私がファンだなんて言ったらビーズに申し訳ないからとつぶやくドブス。打ちにくいよお前ね、すごい打ちにくいから、なんかもっと大それたこと言ってねえ。ペンネーム菅健。ドブス、酔っ払ってジャック・ニコルソン似の上司の頭をペチペチ叩いて大笑いなドブス。ラジオネーム宮田。たっちゃん、南を甲子園に連れてってとドブス。うーん、3回戦でシードコードもねえとこに負けんねえよ全部。ラジオネームゴジャッペ。デブ、夜中に兄弟それぞれの名前が書かれたプリンを冷蔵庫からそっと取り出し、兄の名前の部分をプラモの塗料の薄め液で丁寧に消して全部食うデブ。その行動に何の意味があるんだよ。ペンネームピースライトウィズ松田文也18センチドブス。 FM ラジオに3年間付き合った彼へ、些細な喧嘩で別れちゃったけど、あなたとの3年間は本当に幸せな時間だったよ。素敵な思い出をありがとう。今でも大好きだよ。リクエストは宇多田ヒカルさんのファーストラブをという内容のメールを読まれるまで投稿し続けるドブス。気持ちはわかんだよね。自分が自信のあるネタを送って読まれなかったら、あれ今日何かの表紙に紛れちゃったりとか、あと今日は激戦だったから読まれなかったから、同じのもう一回出してみようって思う気持ちはわかんだけど、おそらくこのドブス20や30は書いてると思うんだよねこれ。じゃいいドブス行こうか。いいドブス、俺たちの言う、俺たちこのドブスは仲間だぞっていう、俺たちの仲間だからねっていう。ラジオネームラーメンママ。ドブス、いろりの火に当たりながら猟銃を磨くドブス。モッサモサのやつ何枚も来てでしょ、モッサモサの仕留めたやつ何枚も来てでしょ。ペンネームメカ豆腐デブ、レバニラ炒めは健康にいいのでいくら食べてもフリーということにしているデブ。デブとドブスがコンブリを、デブとドブスが織りなす一コマ漫画を文章で送ってもらうコーナーです。
なんだろうね、自分がここまでデブでもデブって面白いと思うね。この間高生の渡辺くんと WBC の壮行試合みたいな練習試合、東京ラウンドの前にあった、チャイニーズ台北対西武ライオンズ見に行って、でお客さんが多分平日の昼まで試合開始の時に500人いなかったと思うのよ、東京ドームに。これで俺わざわざ前売りでエキサイトシート買って渡辺連れてって、これでどんなかななんつって見に行ったらさ、ガラガラなわけ。ガラガラのエキサイトシートに一人いるデブってすげえ面白くて、たまにこう引きになってもなんつうの、場内のこう場内映すカメラみたいなのでバックスクリーンみたいなの映るじゃんか。そうだから大きさが明らかにおかしいやつが一人いるんだよね、俺ぐらいの大きさになると。そうするとめちゃめちゃ面白くてさ、それで他のところ映って、特に台湾の応援団とか映るとさ、東京ドームのオーロラビジョンに映るのが嬉しくてすげえテンション上がるんだけどさ、なんか俺すげえ盛り上がんない試合に来ちゃってるとかいろんなこと考えてるからさ、側頭部が映ってんのは分かってるんだけどなんかこうはしゃぐと負けみたいな感じでじーっとしてる感じでいて、ご飯食べてなかったからホットドッグ食ってたりするじゃん。ちょっとやっぱ面白いね。なんか、やっぱ面白いね、それだけでね。そんな中、ペンネームサンダーラブ、ドブス。大聖堂のステンドグラスを派手にぶち割り、現れたるドブス。なんかこう、何の映画だったか忘れてる。X Men 的なバレーンってすげえスローで顔の前で手を X にクロスした形でかっこいいな、ドブス、すげえかっこいいわ、すげえかっこいいブスだけど、しかもなんかのロケで大聖堂に来てたニュースの誰それ見たさにだけど入り口で断られたんだよね。今日はすいません、撮影は一般の方入れないことになってますんでつってそしたらまさかのですよ、バーレーンですようーん、バットマンだっけこれ。まあ似たようなシーンがいっぱい増えちゃったからね、最初バットマンだったような気がするな。ラジオネーム魔封じの杖、デブ。ゴミ屋敷前とした部屋に帰ってきて、最後のパズルピースとして定位置にすっぽり収まるデブ俺もそうだけど、うちの兄貴の部屋がそうだったね。兄貴はまあゴミ屋敷前とした部屋にいて、で本当に布団の上とかにもいっぱいで、また本をすごい読む人で、そのベッドの布団のへりにいっぱい本を積んでるやつがなんだかんだで寝てる時に倒れたりとかしてるから、でその倒れて崩れてきたところから這い出してるから、あいつの形に空いてるわけ、あいつの形にベッドの上が、でそこにまたスポッてはまっていくから、なんだろう、ピラミッドだったら開くんじゃねえのぐらいの感じでしたからね。ゴミ屋敷前とした部屋に帰ってきて、最後のパズルピースとして定位置にすっぽり収まるデブ。そう考えるとさ、このオッターバコンブリオの音楽、今日読んだ二つのネタともいいよね。この音楽だよ、ここに大聖堂を、大聖堂のステンドグラス、この音楽カットアウトだもんね、バーリーンっていうカットアウトだよね俺のイメージではなんだかわからないけど、軍に一斉に撃たれてほしいんだけどダラッつってそれで軍に撃たれて体中に弾がめり込んでるやつをムーンってやって、それがマトリックスのあのシーンを逆回転したみたいに四方八方に飛んでいくね、飛んでいって、でそのジャニーズの子にどうもつって帰りは普通に帰ってくるんだけどね、普通にか、ジャニーズうちわでまた上にバタ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 って旋回して飛んでいって開けた穴から帰ってゴミ屋敷前とした部屋に帰ってきて、最後のパズルピースに定位置にはまるデブも、
この音楽だとなんかすごく、ドラマチックな感じだよね。さようならっていう感じの。ペンネーム、スガケン、トブス。古くなった iMac を自分流のインテリアにしようと試行錯誤していたら派手に感電したドブス。もうさ、そんな予想はしてたよ。そんな予想はしてたけど、あの iMac のさ、ブラウン管のなんか卵型みたいな、おにぎり型の iMac あったじゃん。あれのケツの方に出たさ、花柄のやつって覚えてる？花柄の iMac 出て、これはって思ったけど、おしゃれさんが何人か買ってた気がするのね。またさ、それがさ、機能的には別段、ソフトは動くじゃんみたいなことで、未だに使われてるとこもあったりするんじゃん、お店とかで。なんだろうね、あそこまで思い切ったものが流行に遅れると、かなりきつい感じっていう。うちの嫁さんが初めて買ったのも、花柄じゃないけど、あの iMac のピンクのやつで、なんだろうね、まだ使えるって思ってもちょっと恥ずかしいんだよね、あれね。続いて。ラジオネーム、アナランの匠。デブ。ラーメン屋にて、このスープの旨味の秘密は、ハマグリ。そうだな、親父、と聞くと、新聞を読みながら、そんな竹も入れっかよ、と言い返されるデブ。別に食通でもないんだよね。選んで食ってりゃこんなに太んねえから、俺とか、ね。大した食通じゃないんだよ。そら家で実験的にお好み焼き作ってるから関の山ですから。ペンネーム青。デブ。カップ麺にお湯を注ぎ、出来上がるまで声に出して時間を数えるデブ。うっせえな。180、179。秒で3分。ラジオネームお花より大名。ドブス。ピーコさん、見えそうで見えないを意識してみました。はっ、根絶やしにされちゃえばいいのよ、とピーコにひどいことを言われているドブス。ひっかいてやるじゃないからね、根絶やしにされちゃえばいいのよ、だからね。ペンネーム明日の私によろしく。ドブス。カラオケでブルーハーツの終わらない歌を熱唱するドブス。世の中に冷たくされてだからね、一人ぼっちで泣いた夜だから。一人で歌ってほしいね。あれ、この部屋一人だと思ったら、防音なのに少し聞こえてくる、その女の口と完全にリップシンクしてる終わらない歌。世の中に冷たくされて一人ぼっちで泣いた夜、もうダメだと思うことは今まで何度でもあったですよ。本当の瞬間はいつも死ぬほど怖いものだから、見たやつを一人で歌ってるんですよ。抱きしめない。抱きしめませんよ。そら、ここまで絶賛しても、抱きしめる理由はないですよね。頑張れとは思います。小さい声で頑張れとは思いますけど。こっちよりいいでしょ。ラジオネーム、ウルトラマンキダ太郎、ドブス。カラオケのお箱が、西田ひかるの人生変えちゃう夏かもねのドブス。うるせえ。人生変えちゃうよりいいよね。サオポール。デブ。レディス御膳を2人前注文するデブ。ラジオネーム、オス、オラ、天然記念物。アンアンの束を台に、蛍光灯を取り替えるドブス。初対じみててすげえいいなぁ。ペンネーム、LED。デブ。おばあちゃんに、羊羹を口元に持ってこられ、寝ているにもかかわらず、干渉するデブ。このおばあちゃんはなんでやってんだろうね。
孫のデブが寝てんじゃん、上に向かって。ね。で、俺の感じだとすっごい寝汗かいてうなされてる感じだよね。それをおばあさんが不思議なものでも見るような感じで、羊羹の、その、丸のまま、棒のまま先を向いたやつを口に近づけていくと、ちょっとにっこりしたかと思うと、急に、くって食べる。むしゃむしゃ、むしゃむしゃだよね。なんなんだろう、こいつ。こいつとおばあちゃんがなんでそう思ったんだろう、やろうと思って。悪い夢見てるからかな。ペンネーム、沈黙の吉次郎、ドブス。可愛い系で行こうと思ったのに、田中さんがいじるから、すっかり面白い系になっちゃったじゃないですか。と、ドブス。なんだろうね、このイラつきは。この感じは。可愛い系で行こうと思ったのに、田中さんがいじるからすっかり面白い系になっちゃったじゃないですか。と、ドブス。お前の最上級が面白い系だけどな。ペンネーム LED。デブ。水面に映った肉を取ろうとして肉を失うデブ。面白いな。なんでこんな面白いんだろう。の CG までつけてみたいな。すげえ綺麗に水の肉が、の、水の肉に加えてた肉が落ちて、パシャーンってなるとことがもうこと細かに綺麗に再現してほしいな。最後、ラジオネーム、マフージの杖、ドブス。いろいろあったホームルームの最後に、感極まって、涙目で、みんなもっと恋しようよ、トドブス。トドブス。なんだよ、議題。議題がなんだかわかんねえよ、もう。みんなもっと恋しようよ。うるせえな、もう。まあ、俺今日思い出すのは、でもやっぱりこの音楽鳴って、オッターバコンブリオって言った後にステンドグラスを突き破って、スローモーションでだよ、バリーンって音出してスローモーションでこう落ちてくる、降りてくるおぶっさん、これ思い出しちゃうね、3時に。郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ字から、デブとドブスがコンブリオの係まで。コンブリオのディレクターさんにさっき、先週の、まあ、ネット局によって違うんだろうけど、先週この番組が終わったと TBS でオッターバコンブリオ流れてて、その時に頭の方にリクエスト曲で、動物の謝肉祭の水族館、動物の謝肉祭より水族館って曲が流れてて、それを聞いた時にすげえ俺シザーハンズのオープニングのシーンをすごい思い出して、これシザーハンズで使われてたのかな、それともシザーハンズはこれに似たただテーマを作っただけなのかなって疑問を持って、そのことをさっき通りすがりにディレクターさんに会ったから、なんすかねって言ったら、細かく調べてくれて、別曲だけど聴き比べてみたらすごくよく似てるので、もしかして深く調べてみたら何かの影響があるかもしれませんねっていう、そこまで素晴らしい番組です、オッターバコンブリオ。たまにね、2週間に1回ぐらい、これ分かんないんだけど、間違えてここに2週間に1通ぐらい、あれこれ本家のコンブリオの方へのやつだなっていうのが入ってることがあるんですよ。なんかそのロッシーニなら何でもいいとそれをかけてほしいみたいな、どうやったら間違えるんだろうっていうか、多分両方聞いてて、両方例えばそのウィンドウを出しながらネタ書いたりしてて、
間違っちゃったりすんのかな。でもネット投稿ってもかなりその感じは違うんだけどね、そういう時にはそっとオッターバの方に転送するようにはしておきますけど、僕ロッシーニの曲わからないんでごめんなさいね。さあ、その本家昆布漁の内容とは何の関係もないですね。ドブスやですね、デブが織りなす、ポンチエを、書いて、文章で書いていただいているコーナーです。ペンネーム沈黙の吉次郎、ドブス。私の泣け歌は工場の月かなというドブス。春頃の着メロで工場の月な春で、まあ取るけどね電話ね。いや、工場の月の方がわかんねえけど、愛だこうだ彼氏が死んだ死なねえみたいなやつより俺多分泣けるよ。うん、そうね、泣ける、一番泣ける童謡何かね、結構ヤシの実とかも意外に今聞くとゆっくり聞くと泣けたりとかするし、そうね、でもかなり工場の月来てんな。なんか工場の月っていうことにシンクロして泣いてるドブスにも来るね。荒れ果てた城の上に満月が出てるって言ったでしょあれ。ねえ。ペンネーム神六さんの宴、ドブス。ナックル姫の人生最高のナックルを片手一本で場外に運ぶドブス。雲龍のイメージだけどな俺、雲龍、ドカベンの雲龍、東海高校の女雲龍、もしくはコモドー、コモドーの方は号泣少女よりなんでわからないと思いますけど。ペンネーム同じ T シャツを着てみるドブス。ツタヤにて一番下の段にある DVD をしゃがんでずっと物色していたせいで足がしびれてしまい、思いっきり後ろにある陳列棚にダイブして裏側に並んでいる DVD を全部散乱させるドブス。ムムムムムムってなっちゃったんだろうな、ムムムムムムって。ラジオネームヤンバルクイナ、ドブス。私キャンキャンなら3冊重ねても破れるわよとドブス。そこじゃねえんじゃねえ。ラジオネームテクノは生きている、デブ。充電中の PSP に足を引っ掛け、その勢いでプラズマテレビに顔面タックルをかますデブ。あーってなったの、あーって。ラジオネーム純情可憐な TZ、 ドブス。くしゃみをしたはずみでおならが出てしまい、へっつれーいと謝るドブス。ペンネーム青、デブ。ド派手に沼に落っこちて綺麗なミルククラウンを発生させるデブ。スローでしょ、スローででしょ、ドッポーンって感じだよね。その沼の粘土とかが高いからドッポーンっていう感じで肉眼でも見とれるミルククラウンが綺麗に落ちたい、俺明日沼に綺麗に落ちたい。ラジオネームウルトラマンキだったろう、ドブス。ゴスロリのスカートに食ってるデカ盛りロースカツの衣をボロ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 こぼすドブス。こすろんなよじゃあ。おデカ盛りロースカツを食いてんならこすろんなきゃいいんじゃねえの。
ラジオネーム夜行性の生き物ドブス。合唱コンクールの練習中、指揮をしていたのだが、こんなんじゃ先生にトロフィーあげらんないよと泣きながら教室を飛び出し、当の先生に迷惑をかけるドブス。お別れなんだろうな先生とも。それじゃしょうがねえな。ラジオネーム筋肉お母さん。デブ。相撲をやめると両親に切り出すと、あんたから相撲を取ったら何が残るのと言われるデブ。ペンネームくるみっち。デブ。スタジオパークで笑顔を振りまくデブ。俺じゃねえか。にっくり笑ってったよお前。ラジオネームウルトラマンキーだったろう。ドブス。スタンガンを発動させたら表情筋がこわばって一瞬だけ森進一見たくなるドブス。あーでしょ。山がーでしょ。ね、おーでしょ。わわがままばかりの僕だけどまだ言うのかお前。もう言わないだろってもう言ってねっつって。今のは冬のリビエラの。なんで風なんだよ。歌だったらあーいいつーのあじゃんな。冬のリビエラ。レタリングシートで冬の一枚ずつ。リビエラってローマ字だから最後 A が足んなくて。リビエルってなっちゃって。ラジオネームオーシャン。デブ。便座って消耗品じゃんと言うデブ。ペンネーム化かされて雪風呂。ドブス。自然薯が折れずに掘れた時の記念写真を何度も見せてくるドブス。何それ俺なんて言えばいいの。これこれ見て見て。4度目。2メートル近いやつ4度目。最初の驚き方がお気に入りなんだろうな俺の。そんなの普通無理じゃねえっていうやつがすごいお前気に入ったんだろうな。でも4度は無理だよ。懐くなよもう。まただろ自然薯だろな。まただろ。カパッツで近づいてくるからね。携帯をカパッツで近づいてくるから分かったから。なんであんな時あんなにいい驚き方しちゃったんだろうな俺。ラジオネームテクノは生きている。デブ。一生お肉が食べられなくなるのとお肉以外が一生食べられなくなるのだったらどっちがいいという友達のたわいない質問に散々悩んだ挙句、最終的にどっちもやだと。涙と鼻水で顔をぐちゃぐちゃにしながら答えるデブ。俺この役やりてこの役やりてよおい。次のルーキーズの映画のこの役やりてよ俺よ。篠田優君の後ろでどっちも選べない捨てる役やりてイケメン目当てに見てるやつに虫ずが走るって言われて言われてよ。すげーな。ラジオネーム栃木の木村。ドブス。説明書を読んでいる時の顔が石倉三郎みたいな顔になっているドブス。ちょっとなんかこう口尖らしちゃうやつなのかな。おーっつって。持ってんなぁ。面白えなぁ。デブとドブス。ラジオネーム、ローユン、ドブス。日に日にパワーストーンの数が増えていく、ドブス。
パワーストーンの重さで床が抜けちゃってほしいな。なんだろうパワーストーン。パワーストーンを掘る仕事の方がよっぽどすごい力つくような気がするんだけど、どうなんですかね。ラジオネームナイト24デブ、歌舞伎揚げをおかずに白飯を食うデブ。そしたら僕ですって書いてあるの。僕ですじゃないよお前。サクサクムチムチ、サクサクムチムチ食べて。意外に食いたくなるな。歌舞伎揚げをおかずにご飯、ちょっと聞くとなんかサクムチ、サクムチ感が。歌舞伎揚げのでおにぎりを包んだやつバラバラになるけど、ちょっと俺の中ではあんま悪くないけど、あーでもなー、ちょっと硬すぎるのか。見た目は天むすっぽいけどな。ごめんごめん、違うわ。なんだよおい。ということで、じゃあラスト1枚ぐらいドブスで、ドブスでいこうかな。これさっきね、ドブスいいなってなったんだよな。このドブスは俺すいいっていう。ラジオネーム頑張れ小さい林、願いが一つだけ叶う、ドブス、願いが一つだけ叶うとしたら何をお願いすると聞かれ、綺麗になりたいって言いたいとこだけど、やっぱ世界の平和かなとドブス。おめえでけえよ、おめえでけえよ、いろんな意味で。デブとドブスがコンブリを、郵便番号107-8066、 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光、深夜のバカ字から、デブとドブスの係まで。おたばコンブリ王の方は TBS この後聞いてるとちゃんとリクエストと行く先を言ってますので、そっちに送ってください。あの少なくともね、こっちに入ってきて最後がドブスでもデブでも終わってないとうんってなっちゃうから俺、うんってね、お待ちしております。ドブスがコンブリを、デブとドブスの織りなす素敵なタペストリーを、タペストリーじゃねえよ、こんな柄のタペストリーねえよ、読んでいくコーナーです。ペンネーム、まだまだ幼い大学生、改めちびでん、ドブス、ヨドバシカメラのテレビ売り場にて WBC 観戦の人々を一つにまとめ上げたドブス。うるせえな。はい、岩村って自分が言ってからみんな岩村だからね。ラジオネーム、このは生きているドブス、クワバタオハラに憧れて芸人を目指すドブス。そこそこ目指しちゃうんだ。ペンネーム、死神こっちおいで、ドブス、人里に降りてきては気に入ったイケメンを小脇に抱え山へ帰っていくドブス。泣き叫ぶ綾香ね。返してーのね。ペンネームすっぴん坊主、ドブス、104にキムタくんちの電話番号教えなさいよと怒鳴り散らすドブス。ペンネーム、年収5万、デブ、転がったボールを追いかけるも掴めそうな距離になったところでかがむと、つま先でボールを蹴っちゃってより遠くにボールが行ってしまうデブ。すげえいい絵だよな。これちゃんとできるようになるのに、こう自然にできるとようになった時に、その人の職業はアクターだね。ペンネーム、棚からぼったぼた、デブ、カラオケでヨーデルを歌うデブ。アルムの娘がヨロレリヒ。うるせえよもう。いつも声低いのにヨロレリヒヨロレリヒ。
うぜえなおい。ペンネーム LED LED ドブス。ゾンビがわらわらと群がってくる中、先に行ってと腰に巻いたダイナマイトの束に火をつけ、ゾンビの中へ消えていくドブス。ドブス、名前で呼んでやるよ。見た目じゃなくてそこは名前だろ。お前のためでもあるんだからな。ペンネームイサリビデブ。高層ビルを占拠したテロリストに対して物陰から飛び出しつつ転がりながら拳銃を撃ち続け反撃するが、転がった勢いが止まらずに窓ガラスを突き破り、びっくりとした表情のままゆっくり落ちていくデブ。えーって言いながら、えーじゃねえよ、止まれるだろうよ普通よ。ジョン・ウー監督作だけどね、ジョン・ウー監督の演出なんだけど、バディーンっつって自分が一番驚いてる。二丁拳銃でえーっつって。ペンネーム崖の上の火の神ドブス。胸にセックス&ザシティと書かれた T シャツを着てるドブス。もうさ、あのセックス&ザシティのさ入り口を入っていく女の顔を全部撮っといた方がいいよね。絶対あの映画館でもう相当面白いと思うもんね。ペンネーム欲しいもんドブス。友達からもらった乗馬にまたがり、朝のワイドショーを見ていたら水嶋優結婚のニュースが流れ、ほろりと涙を流すドブス。って言いながらウィンヤンウィンヤンつって乗馬し続けてるからね、ポロリって感じだもんね。ラスト、ラジオネームそば粉のつくね。デブ。アドマチ見ましたと言って店員からえと聞き返されるデブ。えこの店じゃないの、やってないのこの店、何店員どっち。ドブスとデブ、可愛らしいエピソードを送ってください。デブとドブスがコンブリを、さあ、デブとドブス、どちらも画面にいるだけでですね、周囲を楽しませてくれる、なんでしょうね、あのモナリザも、モナリザの微笑みのモデルのモナリザも、デブかドブスだったらギャラリーの方が微笑みどころか爆笑っていう、そういう力を持ってるんですよね。フレームに入るだけでみんなを楽しい気持ちにさせるという力を持っている、そんなですね、デブとドブスの、織りなす一枚絵を送っていただいているコーナーです。失礼、いきます。ペンネーム阿久津加穂。ドブス。時々フレームが2008のメガネをしてくるドブス。アメリカのやつでしょ、なんかアメリカのデザインのやつでしょ、なんか。しかも9じゃないんだよね、8のやつを、いまだに2008の2000の丸々がメガネになってるやつだよね。なんだっけな、2008のメガネかけて、2009かなのメガネかけて、で、星条旗のタンクトップ着てるやつと、あとサングラスになんかこう、ロックンロールスーパースターみたいな名前のお笑いで、荒引き団とか多分、1、2回出てると思うんだけど、まあ、とにかくロックンロールのスーパースターみたいな格好をして、ちょっとしたあるあるネタを言うみたいな二人組で、そのうちの一人の子がサンミュージックなんだけど、ブッチャーさんのことがすごい好きなのに、ブッチャーさんをなんかしくじっちゃって、でなんか今ブッチャーさんの口を聞いてくれないっていうね。それでその目が、あ、2008じゃないや、メガネの両サイドに、ちっちゃい
エレキギターのフィギュアがくっついてるみたいな面白メガネあるじゃん。なんか、あの、耳にかける部分がエレキギターで、真ん中のところがサングラスになってるみたいな。ほんで、そいつが、この間、番組のオーディションで会った時に、今あ、なんか最近自分の身の回りで起こったことあるって言ったら、実は僕はブッチャーさんがすごい大好きなんですけど、ブッチャーさんおしくじっちゃって、ブッチャーさんに怒られてて、みたいな。で、その、すれ違いがすれ違いを呼んでも、ブッチャーさんが今口を聞いてくれないような状態なんですって話をしてて、僕、ブッチャーさんのことが大好きでっていう話を、そのメガネをしたままずっとしてるのがもう俺面白くて面白くて。笑いが止まらなかったらその子すごい怒ってた。伊集院さん、僕真剣に相談して、じゃあそのメガネを取れっつ。面白メガネはやっぱいいよね。ラジオネームウルトラマンキダ太郎。ドブス。花見の余興で披露したフラメンコで真っ赤なバラを口に加え、ものすごく早い拍手をギャラリーに強要するドブス。ダンツダンダンダンツダンダンダンじゃろみたいな、知ってって当然みたいな、フラメンコの時はダンツダンダンダンツダンダンダンツダン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 だろみたいな、うるせえよお前だってこの半年通い始めた教室で初めて知ったんだろうね。うわー、花見の余興でフラメンコ披露するドブス、しかも上司だったらすげえやだな。続いてペンネームクリームザボン。デブ。クレナズム皇帝の光と影の中、大車輪をし続けるデブ。すごいな、デブで大車輪ってすごいよな。ヒメネス、日ハムのヒメネス、全然ホームラン打たないんだけど、一本打ったきり全然打たないんだけど、意外に足速いことが判明。すごい、一生懸命、120キロで190センチぐらいのすげえどでかくて、顎ひげ、武将ひげのやつなのに、インコースを引っ掛けて、ピッチャーとファーストの間ぐらいをゴロ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 ってゴロが弾んで、必死で一塁に走ってるっていう。お前そういう感じのやつなのって俺の中では。バッカバカホームラン打つんじゃねえんだっていう、真面目なやつなんだっていう。ペンネーム二月ひさめ。デブ。車にひかれてもハンバーガーを手放さなかったデブ。デブ。遺影にケチャップがついてるデブ。なんで作るんだよ。そこに作るおかしいだろうよ。家の中にデブなのに。あ、ケチャップのついた顔の家ってこと。俺、家のあの黒いフレームのとこに生のケチャップがついてんのかと思って、なんで今ついてんだよって。二月ひさめ、デブ。棺桶の中に大好きだった骨付き肉を入れてもらったせいで、仮装後、自分の骨と見分けがつかなくなってる。あの子好きだったからって入れちゃったんだろうね。あの子好きだったからって、鶏ももを入れちゃったんだろうね。さあ、妙にきちんとした骨があって。それどうすんのね、そういう時ってどうすんの。そういう時どうすればいいの。よくあれで揉めるって言うんだよね。おばあちゃんが最後亡くなる前にペースメーカー入れてた人は、遺骨の中に機械があるから、これをその骨壺に入れるかどうかすごい迷うらしいのね。で、最終的にこれもおばあちゃんの一部だったんだからって言うんで、入れるがどうやら主流らしいんだけど、この場合は明らかに鳥だよ。後で変な感じになっちゃうね。後でじゃあ、例えば魚が好きなやつに、タイのタイが今日ご飯言わがるところの美味しいもの出てきた、タイのタイみたいなやつが入ったら、明らかに、例えばまあ、あんの感じでお墓の移転とかでもう一回何かその骨が人前にさらされる時に、あれこれタイのタイだよねっていう。すごいな、持ってんな、これ面白いな。入れたらダメだよな。注意されんのかな、入れないでくださいって言われんのかな。でも、すごい好きだったんだぜ。それこそこの人の今3連作だけど、車に轢かれてもチキンを離さなかったら、
入れてあげようと思うじゃん。ねえ。でも明らかに手羽と思われる肉が。うわぁ、俺そんな風に、死んでいきたい。だから、なんか俺死んで、みんな最後のお別れに、棺の中に何入れようと思った時に、みんな次々とチキンを入れてほしい。焼けたくて骨多いっていうみんな。ラジオネームつけてください。おー、じゃあつけちゃおうかな。ですね。修正液。修正液です。はい。今目の前にあったからです。ドブス。ランプの魔人にジャニーズの亀梨くんと結婚したいと願ったら魔人に切腹されたドブス。あんな気強そうなやつがしばらく考えてぬわペンネームホーキングヒロシドブス。涙がこぼれないように上を向いて歩いて声だめに落ちるドブス。悲しい子だったのになおい。ラジオネームテクノは生きているドブス。ブサイク帝国に栄光あれと叫び粉々になるドブス。何なんだろうな、どういうことがあったそうなんのかな。そうですね。ペンネーム銀シャリ大臣デブ。その辺にあったチョコをパク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 食べ、それを全て食べ終えた後に食べ終えた後にそれが不二家のルックチョコレートだと気づき、あ、で全部同じ味だったような気がするぞ。不思議そうなデブ。あで、あでじゃねえ。俺あんだよな、なんか人と話してる時リズムで物食ってて、味もわかんねえのリズムで物食ってて、最終的になんかあれ俺今チョコ食ってたっけみたいになる時あんだよね。あんだよねじゃねえけど、あんのかお前ってみたい、え、あんのってみんな思ってるだろうけど、俺あんだよね。ペンネームバナナコーラドブス。キャー、こんなとこにつくしが生えてるとかがんだ瞬間バランスを崩し土手からゴロゴロ転がり落ちていくドブス。前転の形になってほしいよね。体育座りみたいにしようと思ったんだけど、それがこううまくいかなくて前に行くから、ゴロ体育座りのままのゴロ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 って。ペンネーム青ドブス。バタヤンみたいに綺麗になると毛筆で書いた紙を壁に貼り付け、コアリズムのビデオを流しながらパソコンでチャットを延々としているドブス。いいよな。なんかクワバタリエがね、そのブログの中ではなんか自分をバタヤンって呼んで、そのコアリズムをやって一緒に綺麗になろうみたいなブログをやってんだけど、まあね、今若手芸人がやってるブログの中で一番面白い。ね、一番じゃ、面白いって言うと間違っちゃうかもしれないんで言っとくわ。一番香ばしい。すごい上から、そのバタヤンっていう、その頂点をみんな目指す。バタヤンみたいに綺麗になりたくてみんな来るから。だから、バタヤンっていう頂点を目指して、こうみんなこうそのバタヤンのアドバイスを仰ぎたいわけだから、バタヤンが最近そのコアリズムをやっても体重が落ちないからやめるなんて弱音を吐いている人がいるけど、バタヤンマジ悲しいみたいなこと書いてあるわけ。もうね、俺もそろそろコアリズムを始めようかと思うぐらい。俺今ビリーズブートキャンプなら頑張れんな。今やってんだってみんなに呆れられる感じだったら頑張れんな。
そんなとこですかね。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のマガジンから、デブとドブスがコンブリオのかかりまでお待ちしております。